泣いてもらったも流される欲しいもの何もないそこまでやるか運命がどうせ舞う花の嵐少々だけが人生とまだ先と競う魂を肉とぶつけ合う響きに使え続ける許可を。家康、家康、なぜだ、なぜ豊臣よ、私を裏切った。三成様、家康、あんただけは絶対許さねえよ。やれ双方落ち着き、太閤に大事なし、今はそれを誇るがよかろう。それで当然だ。この上さらに秀吉様まで強いされていたならば、私は三成君、秀吉を思うその心、とてもありがたく思うよ。半兵衛様けれど、今は徳川より先んじて抑えるべき敵も多い。悔しいだろうが、ここは一旦矛を収めてくれないか。半兵衛様がそうおっしゃるならば、軽挙の愚を犯さぬと、ここに宣誓します。
遅れるな。さあ、新生前田軍の出陣だ。行くぞ、マス。刑事、腹を決めろよ。あれ、それって明日じゃ。しまった、ぽっかり完全に日にち間違えてた。お悪い、暦をつけ間違えちゃって。刑事、まったく、それがしが大将の何たるかを。あんた、物騒なもん持ってるね。もし、忘れちゃん、お説教は後ほどってことで。トシ、松姉ちゃん、それに俺、三人揃えば鬼も逃げるってね。待つ、離れるな。行くぞ。はい、犬千代様。小太郎、待つ目の技量、とくとご覧遊ばされませ。それがしから離れろ。腹ペコが映るぞ。刑事、ここは任せて本隊を呼びに行け。トシ、でもしっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。分かった、任せたよ。この程度か。左近の気骨にすら及びもしない。まず平次が戻るまでに場を整えるぞ。刑事の晴れ舞台に花を添えましょう。くそ、待ってろよみんな、約束は守るぜ。松姉ちゃんを怒らせると怖いぜ。所で足止めを食っていられるか。トシ、松姉ちゃん大丈夫か。陣の攻防においてあれほどの鍛錬を重ねた者が、最後の陣に守り手を集めろ。とにかく急げ急げ急げ。俺、真の像なんて口から出ちまえ。何人たりとも通らせねえぜ。突撃前田一死死隊。この勢い決して止められぬわ。三成、油断の気を慎重に進め。金言、肝に刻み込みましてございます。こんなに高ぶる戦は久しぶりだな。若い、隠居などもってのほかよ。豊臣のために死ぬか、私によって死ぬか、二つに一つ選べる幸に感謝しろ。その程度で倒れるハンターたち、そのはずだ。刑事の進む道はそれがしが切り開く。この世すべての者が秀吉様の神となるまで、スミレイドの星に我の元から消え去るな。誰を守るためか知らぬが、もう容赦はできないぞ。どうだ、今日はうちの大将の日だってことよ。どうしたどうした、腹でも減ったか。先ほどから聞こえる音の正体は、この男の腹の虫でしたか。
ない。そんなものは必要ない。槍のマタタの二つ名は飾りじゃないぞ。最近の殿を考え込むことが多くなったな。手加減なしだ。おら、戦でございます。腹ごしらえして応戦を。ばはい、マツ様。みなぎってきた。守れずに引かねばならぬとは。いいか、それがしらはお前についていく。何があってもだ。どうし、国士ってこんなか。いや、変わるんだ。俺は裏切ることなく死ねば、その巡行に感謝しろ。この程度、俺たちがこらえてこそ勝ち目が見えるんだ。ここであったが百発勝負。そこは差し上げよう。代わりにあそこの陣をいただきたい。誰だ貴様は。一兵卒が遮るな。まるでおっかさんを前にしたようなこの威圧感。結束ならば地方いずれの軍にも劣らぬわ。官兵衛様に鍛え上げられし、その技量遺憾なく晒せ。お任せあれ。目前でござる。いざ決着の時。一対百で戦っても負けないだろうぜ、大将は。おかげさまで今宵もうまい酒が飲めまする。ちゃんとご馳走を作りまする。邪魔するな。イヌチオ様、マスメに力を。新しき前田の大黒柱を支えるはマスメの役目。貴様の目に留まるような剣速ではまだ遅いか。前田の敵を撃たずに引くとは不覚。刑事、皆を導く者はいたずらに心を乱してはなりませぬよ。分かったよ、松姉ちゃん。その首を遅れて現れといて大将だ。その首を刈る。俺ってやつだよ。随分と好き勝手にやってくれたじゃねえか。一歩一歩に命を感じる。これが国を背負う重みなんだよな。トシ、松姉ちゃん、行くぜ。みんな、前田軍総大将前田刑事、マカリトール。前田突撃アルノミ隊、おかわり隊と共に到着。刑事隊長、
まだまだ援軍が駆けつけてますぜ。あんたくらいにまっすぐな奴がそばにいれば。秀吉のことよろしく頼むな。伊佐さん、その瞳を今すぐ伏せる。秀吉様への情緒を保つ、その動機を今すぐえぐれ。いかにしぶきを浴びようと、主のすみれは濁りをすくか。私の手勢はよく動く、過剰に過ぎるほどにはない。まだまだこれから少し傾いただけってことだ。昔の前田も今の前田も飛びっきりにいい感じだろう。これほどまでとは思っておりませんでした。喧嘩する相手を間違えちゃいけないよ。主こそさは第一の力よ。他の誰が認めずとも。な、連戦連勝ってか。さあ、うまくいくもんかね。秀吉様の階段をなぜ止められると思った。ここで花を散らすわけには。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。俺に命じてくださいよ。家康のやつをぶっ潰せって。半兵衛様から町の指示が出てんのは知ってますけど、俺が一人で動く分には何も問題ないっしょ。黙れ左近。家康を斬るのは私だ。貴様にその許可を与えはしない。すいません、つい頭に血が上っちまって。処断されかねない事柄を軽々に口ずさむ。千の利休、あの男の行方について報告がありました。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘び助。甲斐の虎に軍神、川中島にて激突しました。誰かがいるみたいですが。あれ、なんてこった。ま、迷子じゃ。部長あたりでどうにか食べ物を分けてもらえませんかね。お尋ね者が紛れ込みましたが。
遅れるな。ついに1023カ所目のザビーランドが完成しました。開演セレモニーの用意ですよ。ガッチャ。演目を想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのに、どこも客が入ってないものな。まあ、入るわけないか。今一度落ち着いて陣を立て直しましょう。賛美歌でいきますよ。ザビー様を称えることの花、頭を巡り始めました。宗茂が入信させたものはすぐ逃げると評判ですよ。すべて手前の席です。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿が神からお金巻き上げて終わりなんだよな。私とてザビー教の男だ。無事にはしない。アバター、入信しに来てる人ですよね。ソーリン様はああ見えて寂しがり屋さんなのです。ザビー様といえば祈りの物語、それしかありません。ザビー様は強欲な金貸しに祈りました。頭を地につけ、もう少し待ってください。ザビーに陣である中心である。この立ち合いにてそれらが示されることを祈りましょう。決まった。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。不況弾圧か。頑張ってとか思っちゃダメかな。筆目の中で中卒でも温めているのか。あいにくだが、それも私の忠義に及びはしない。心持ちでは貴殿が勝っていた。今は休め。この乱世、着ぐるみであれだけ動ける武人などそうはおるまい。頭かきたい。でも雷霧持ってるし勝てないな。我が君のため、西の立花の本領はこれからです。お互い調子いいみたいだな、雷霧。あなたの鮮明名は卵かけご飯です。島流しは勘弁だけど、老後は暖かい島でのんびりしたいな。違反の無せで涅槃へ消えろ。バカな！ジャンボザビー君に中の人などいません。書を決するは天下おのれかで、貴殿はどう思われますか。なんと負けたらその秘訣へ移りですよ、宗茂。承知いたしました。我が君より先に倒れるわけには。ねえ、しげ、島流しじゃ済みませんよ。
光臨様の帽子を取ってみると、おや、誰か来たよ。あなたのご主人様を説得しなさい。これは命令です。最後はショーを彩る背景を決めるのです。一人でも多くの人が心にザビを宿しますように。入信させたい友がいる。私の計算によると、ザビーランドの年間パスポートは殉教者は親戚一同ノルマアップですよ。エゴだよそれは。エキサイティングですね。ドキドキハラハラが加速します。ヤツの実家を調べなさい。囲んでザビります。ジャスティス、くだらん。私の推察によれば、ジャンボザビー君とジャンボナマハゲはリバーシブル。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。開演セレモニーの準備が整いましたね。さあ、レッツザビーショータイム。ザビー様を称える厳かな歌声がこだまする中、私たちの捧げる祈りがジェットなコースターをエキサイティングに解き放つ。私の洗礼名はココマイです。どうです。邪魔だ。貴様の首など欲しくはない。私の洗礼名はシルビアンカズ。もちろん何のことかは分かりませんが。今日禁止ですって。はっ、なんて愚かしい。ザビー教の素晴らしさがなぜ分からないのです。この世で価値のあるものは豊臣の教えただ一つだ。左に力、右手に友。君は君が思っている以上に豊臣に必要な人材だ。それを忘れないでくれ。ザビオも恐れぬ愚行。それやれ。そこさ、ハッペなもの出た。残滅。入信するまで返しませんよ。もう大事な信者たちを洗礼名つけるの大変だったのに。乙女座の私もセンチメンタリーザビーな運命を感じられずにはいられない。崩れ落ちるものか。秀吉様のように誇り高く。ゼビ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 オーラゼビゼビゼビ。認めてやりますよ。お前は幹部信者スタートです。信者だけの歌劇団に入りたければまずはザキリツカ音楽学校に入学しなさい。異国にはこのようなものが溢れておるのでしょうか。いかに仕込みを巡らせようと、その心まで覆えるものか。ちゃんとザビー水飲んでるんですか。一杯百両です。最低か。
そちらさんもようござんすね。今入信すれば漏れなく僕がついてきます。その首を狩ると決めた。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。僕に話とは何かな、大谷君。三成のことよ。あれでよくこらえてはおるが、今一度主や太后の言葉が入りようと思えてな。なるほど、君が言うならばそうなのだろうね。分かった、秀吉へは僕から言っておこう。やれありがたや、恩に切るぞ賢人よ。大谷君、君は僕のやり方を手ぬるいと思うかい？はて、我には何とも。一つ違えば家康君の離反もなかったかもしれない。いや、つまらない話だったね。忘れてくれ。先の戦に続き、またもや珍妙な輩が。近頃は獣どもも騒がしいですな。これも乱世がゆえですかな。この辺り、月夜には闇をかける忍びの姿も見えるとか。尋ね者が紛れ込みましたが。
遅れるな。じゃない、私の働きは決して。どけ、私はただ剣神様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍び3人とくれ、こうなるのも当然だろな。あ、業務の周りを嗅ぎ回った忍びがいるとき名乗り出ろ。いや、出なくとも断殺する。おまけに間の悪いお客様って来た。夜はうちらが掴んだって教わらなかった。お前らと遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ剣心様倒れるものか。私は帰る、伝えるんだ。あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か、それとも戦しのぎをまとめてしまったってことか。まあいい、どっちにしてもこれも大事なお仕事だしな。俺様結構忙しいんだけどね。で、どうよ、一番できる忍びは海のマシラだと思うだろ。崩れ落ちるものか、秀吉様のように。ま、ここでの勝負は痛み分けってことで。三成よ、お前は未だ家康の討伐を望むか。秀吉様、恐れながら忌憚なきこの心境を吐露する許可を。うん、奴は決して犯してはならぬものを犯しました。あなた様の道を汚す反旗という名の愚行、あなた様や半兵衛様の信頼に泥土を塗ったその行為、この手で刻み殺さねば到底収束しえません。そうか、一つだけ言おう三成よ、過去に囚われしその先に未来はないぞ。秀吉様、それは一体。お待ちください、秀吉様、秀吉様。中心、石膏部隊の行方が知れませぬ。未完の名物、不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。武田軍に出陣気配あり。おかしな鹿と少年がおりまする。おやったねえ、おやさん、ハル様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。お尋ね者が紛れ込みましたが。
遅れるな。ようこそ名もなき剣魔な石よ。剣の全てを振り絞り彼を磨いてくれたまえ。虚無がどうした。傷つく心もないならば幸いだ。さあ風魔、いつも通りの虐殺を始めようか。胸中にてうごめくそれが一切なくなるまでね。空を自在にかけたいとは恋願ったからこその計か。なるほどな。崩れ落ちるものか。秀吉さんのように誇り高く。さてこの風魔だが、なかなかのものとは思わないかね。ここまで磨き上げるにはそれなりに苦心したのだよ。無益な時間だったとは言いたくないのだがね。一流のものを研ぐには一流のものが入りようだ。程よき音色を奏でるためにそれなりに賞がいるようにね。気楽であることもまた時には悪くない。人はどうあがこうとも従前に満ちはしないのだから。ご苦労風魔、今は傷を癒すといい。癒さぬ方がより気迫に迫れるやもしれないな。私の目的か。そんなことより、周囲の B でも目を向けてみてはいかがかね。長話をしてしまったようだ。付き合わせてすまないね。詫びというわけではないが、楽に死なせてあげるとしよう。ケレン身もなき砂石の場にて会いたいものだ。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。三成、我にもかつて一人の友がいた。それは半兵衛様以外でありましょうか。しかし定めとは皮肉なものよ。我は奴と袂を分かった。我が我であるためにな。秀吉様が秀吉様であるために。家康を思うなとは言わぬ。しかしそれだけにとらわれるな。真の強さとは女王を捨てたその先にある。秀吉様、家康を乗り越えるべき過去とせよ。お前の目覚めを信じているぞ、三成。何やら真夏なる気配が。
こっちだ、獲物の匂いだ。水色気境の旗に不穏な動きあり。遅れるな。この霧が川中島の天地をおぼろとするか。聞け皆の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。みんな、さっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事のうちぞ。はい、雪村様。ふん、いいんじゃない。大将も随分らしくなってきたじゃないか。武田の未来、我らで担うと決めたのだ。脳裏を無にしたのは魂のみで生きたかった。三成、油断の気を慎重に進め。はっ、君で肝に刻み込みましてございます。所詮は己が仕組んだよりか。勇猛が効いて呆れるわ。
皆休もう。この霧が我らの姿を隠してくれている。敵襲霧に乗じてゴハ忍び込ませた。だと何やってんだ俺様は。何もかもが足りぬ。兵の連動もそれがちの才も。こぜろやつら霧を払うつもりか。これより突撃いたし存分に暴れてやりましょうぞ。私の手勢はよく動く。過剰に過ぎるほどにはない。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。石田軍は豊臣屈指の精鋭揃いよ。霧を利用したにしてもうまく忍んだね。オタクさん、うちで働いてみない？あんたは別の未来の大将なんだ。願わくばそうなってほしくはないけどね。そう願うのならせいぜい命にすがりつけ。誰か一人の欠落だけで人はたやすく私となる。しかし深い霧だ。数歩先が全く見えない。死んでいることにまだ気づかないのか。気を抜くなよ。うちの出しは俺たちが何とかするんだ。俺様に勝てそうだとか思ってない？貴様を処刑する。拒否は一切認めない。命ほど惜しくはない。惜しいのはただ敗北のみだ。第一大満大吉。これが豊臣の様、石田三成様の御祭の礼。大将、油断するなよ。せっかく大将らしくなったんだからさ。最強最強、俺様最強。山本武蔵に敵はねえ。またしばらく晴れんのか。警告だと言うのに、サスケからの報告がない。何か思っている。こんなのおかしいぞ。何でも今この手で爆音を立てねば。もう疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。俺心配なんですよ。三成様って誤解されにくいそのまんまの性格ですから。貴様は己の作為だけを気にしていろ。その減らず口を飛ばそうと私の刃をうずかせるな。敵方にて名のある将軍、
こうもあっさりと。よし、次は拙者が。私は豊臣の将だ。ただそれだけであればいい。攻め上がりましょう。脇は俺たちが。妙だ、霧の中に人影が見え隠れしているような。気のせいか。私もいつかこのように秀吉様をお守りしながら。三つ矢様、あなたに片腕になりとうございます。あと一つ、攻撃の手は緩めねえ。覚悟しとけよ、主人か。無敵に立ち向かうは勇気か、いな、無謀だ。どけ、いね、あれ、死ね、消えろ。せやふん、霧に紛れての奇襲、お見事なり。だが、この雪村、親方様のもとへは前やってんだ。くみんな、親方様を守れ。八つ枯れが守る以上、万に一つの心配もいりませぬ。強さの核というものが我らとは違いすぎる。など塵に過ぎぬ。死に耐えろ。その今こそ噛みしめようぞ、貝の赤き虎剣山。たかが霧と侮った。すべてはわしの油断よ。見果ての明日に思い馳せるか、あるいは背を向けるか、その違いこそがお主と雪村の差じゃ。様ごときが秀吉様と同様の物言いよう。なぜだ、過去を慈しむことの何がいけないんだ。そんなの起きてよ。よくぞそこまで鍛え上げた。死ね、恐怖の三家、私を救え。今に一回、なんだ、まだまだこれからよ。昨日のことは忘れてくれ。それ、やれ、じゃそこだ。ベタ断滅。わしも老いたわ。その首を狩ると決めた。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。
強くあるために情を捨てるか。確かに私は豊臣の将兵だ。あの男のことのみに心を砕いていていいはずがない。もし再びその時が来れば、私もまた捨て去らねばならないのか。行部左近を、半兵衛様を、秀吉様を。魔王が家臣に裏切られたようです。時は今。そう、とうとうこの時が。お尋ね者が紛れ込みましたが。秀吉様。三成か。どうした。この最後の鎮圧を無事に成し終えられたなら、あなた様にお言葉を返す許可をいただきたいのです。言葉だと。愚物なりに考え抜いた私なりの回答。どうかそれをあなた様の恩事に触れさせる許可を。いいだろう。期待しているぞ、三成。はっ、ありがたき幸せ。遅れるな。ようやくこの時を迎えられました。ねえ、信長公。こっちか。風情を感じる暇はありませぬな。これら襖もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広場、どちらを行くが上策でしょう。日濡れにも会いたわ。物言い、まれに見る誠意を検索せよ。死んでいることにまだ気づかないのか。騒がしいですね。ムクロとならねばわかりませんか。カグア式に敵は我が目の前にあり。豊臣のため、我らの命をお使いくださいませ、三成様。命など惜しくはない。惜しみはただ敗北のみだ。貴様ら、根節丁寧に相手していられる。バカ野郎。
なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様はお前たちが思っているような方ではない。ただとても寂しく哀れなお方なのに。歯向かうならば斬る、背を向けるならば解体する。教えてください、信長、私は一体誰なのですか。姫たちは天界次元大臣、それとも光秀。何を申じる。たかが手足が。お気をつけください。何者かの息遣いを感じます。幾幕かの疲労は与えた。拙者はここまで。勝つ風とて切り伏せるのみだ、秀吉様のように。正義に関わらず光秀様が消える、そんな予感がする。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ光秀様もそうであると願っていたようだ。私もいつかこのように秀吉様をお守りしながら。ウスかシスか、二つに一つぞ。わけわかんねえよ。あんたにはわかるのか、光秀様のこと。唐の花にてほころび。今の場合よくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ、あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。甘みにもなく、まずありかは座敷牢か。光秀、是非もなし。おい、この場で引導を渡してくれようぞ。弱を嫌う秀吉様のお心持ちもごもっともだ。これは人ではない。人であるはずもない。必ずや勝てる、勝てる、勝てるとだ。信長様がもし四日へ赴くとおっしゃったら、その時は一時の調整を不変の勝利としてみせようぞ。偵察の番ご随意。
裏切りが世を謳歌する。誰もが互いを殺し抜く。こんな世にしたのは誰だ。貴様ら全てだ。私か貴様か、あといくつの死が必要なんだ。いかに仕込みを巡らせようと、その心まで覆えるものか。乗せましょう、あなたの印を銀本に。粛清の手間も省けた。そう、初めから私はここに死の淵にいた。いいだろう、気が済むまで斬滅してやる。化粧と手を結んだとで所詮物は物よ。なぜ、あがく、たとえこの身が滅びようと、私はずっとあなたのそばに。人を大成を受け、滅せぬもののあるべきか。なかうはものよ、その身一つ。時も人も、なぜほぞって移ろいゆく。所詮は世も、ゆえより逃れられぬもの。であるか。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。秀吉様、どうかお約束通り我が発言を差し挟む許可を。我への言葉とやら、しかと聞こう、三成よ。はっ。申し上げたきことはただ一つです。あなた様との出会いは私にとって魂に刻むべき過去であると。魂に刻むべき過去は、何があっても抱き続けるべきもの。家康が私にとって乗り越えるべき過去であるならば、あなた様とのそれは手放すなどあってはならぬ記憶なのです。それは例えば我にとっての半兵衛のようにか。はっ。まさかお前に教えられようとはな。それでこそ我が沢も石田三成よ。秀吉様。
道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。だからとたるみすぎだ。鉄火に興じる暇があれば少しは私を手伝え。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。